ロブスターテレフォンは、サルバドール・ダリにより1936年に制作されたシュール・レアリスム作品。この作品は、シュール・レアリスム作品のコレクターであった、イギリスの詩人エドワード・ジェームズに向けて作られたもので、ある。ダリは1942年の著書、ザ・シークレット・ライフ・オブ・サルバドル・ダリの中で、レストランで、ロブスターのグリルを頼んだ時に茹でた電話が、 提供されなかった理由を知りたいという自身の欲求をからかうように書いている。この作品は普通に動作する電話と石膏で作られたロブスターを組み合わせたものです。大きさは約1 5 × 3 0 1 7トルである。これはシュールレアリスムの作品の典型例であり、通常は互いに関連付けられていないものの、組み合わせから作成され、遊び心と威嚇の両方をもたらす。 ダリは、そのような物体が無意識の秘密の欲望を明らかにする可能性があると考えていた。ロブスターと電話はダリに対して強い性的な意味合いを持っていた。電話は、マウンテン・レークなどの1930年代後半の海外に登場し、ロブスターは通常エロティックな喜びと痛みに関連する海外やデザインに現れる。1939年のニューヨーク。 バンコク博覧会では、ドリームオブビーナスというタイトルのマルチメディア体験を作成した。これは、ホルスト・ピー・ホルストとジョージ・プラット・ラインスが撮影した、イベントである新鮮なシーフードで作られた、コスチュームで、ヌードモデルをドレスアップすることを一部として構成されていた。ロブスターは、モデルの女性の性器を覆うために使用された。ダリーはしばしば食べ物と性の間に、 密接な類似性を描いた。ロブスターテレフォンにおいては、正規が位置する、甲殻類の尾は、マウスピースの真上に配置されている。ダリは、ロブスターテレフォンの色付きバージョンを5つ制作した。現在は、以下の5つのコレクションの一部になっている。色が、オフホワイトになったバージョンも制作している。6つが、以下の美術館などで展示されている。ありがとうございます。